はぁ、コールマンさんから荷物届いてみたいだな。はっ、なんじゃこりゃ。多くね。はい、というわけでどうも、カズチャンネルのカズでございます。先日カズさんの村でね、あの庭キャンみたいなやってると思ったんですけども、提供コールマンということでありがとうございます。ほんで実はまだその撮影してない、時系列的にはね。まあコールマンのグッズだよね、あの庭キャンするってやつなんですけど、うちいろいろあるんで、もしよかったらということで届いたのこれ。あ、なんかいくつか他にも何点か届くのかなみたいな、なんかそう思ってたんだけど、想像以上だった。コールマンさん、ご提供ありがとうございます。ただ一つ言ってきますよ、コールマンさん、私キャンプギアで一番ね、一番数持ってるのコールマンです。初めて買ったテント、コールマンです。寝袋いっぱい持ってるのコールマンで、4つ5つぐらい寝袋、コールマンの持っております。いや、ただこれはね、いや別にこの動画作らなくていいよ、うん、作らなくていいんやけどさ、こんなもん開封したくなっちゃうじゃんということでね、これを見るだけでコールマン、どんなものがあるのか、ね、ちょろっと分かるようになってるかっていう、何でもあるからね、本当に。というわけで早速行ってみましょう。ちょっと住所とか写ってるのがあるので、パタパタちょっと中身の製品出しちゃうね、離れて。こんぐらい離れたら大丈夫だろう。ちょっと開封だけしていきます。ようやく箱から、一応全て取り出しました。めちゃめちゃいっぱいある。でも中には持ってるやつも結構あったり するんだけどさ、結構いいよ今回。ちなみに今段ボール箱こんな感じです。すごい。まあというわけで早速開封いってみましょうか。楽しいこれ絶対。はい、まず1点目ですね、ナチュラル モザイクリビングテープでございます。おお、でっかいんだな結構。よいしょ。よいしょ。わーおわーおわーおわー。いいっすね。まあ、結構、まあね、バーベキューとかってなると、調味料ね、みんなの、お皿並べるだけでなく、ジュースとか調味料とかいろいろね、並べたりするんですけども、そこはね、結構机のスペースね、必要になったりするんですよね。ファミキャンとかになると特に。これ結構でっかいっすよ。ちゃんとロック機構もございまして、はい、ロック外した、外すと、あ、でかいこれ。こんな感じ、こうやって広がるんだ。これでかくない？ほいで、あ、これいいな、よきね、よきね。はいはい。こんな感じで、机の出来上がり。しかも結構こんな感じの幅がね、しっかりと広いっていう、使い勝手いいじゃん。ほんでこれ、まあ、子供用のテーブルだとこれでいいかなっていうのもあるんだけど、あの椅子に座ってパターンあるよね、椅子に座って。ちょ、今回椅子も来たので。いや、これ私2つほど持ってるぞ。これいい椅子。いい椅子の方、まあ、最近だと結構ね、ちっちゃいやつ、コンパクトなちっちゃいやつあると思うんだけど、これそこまで小さくはないんですよね、うん、しっかりとした大きさあります。まあ一応折りたたみではあるんですけど、ただね、安定感、これすごいです。安定感と、あと重量だね。すごい小さいやつってさ、ほんと小さいんだけど軽いね。で、軽いからこそ、風吹いた時にね、ピューンと飛んでっちゃうっていうあるあるあるですよね、うん、これしっかり重いので、まあそこまで重くもないけど、ちょっとした重量はあるので、風で飛びづらくなってます。いや嬉しいじゃん、このすでに持ってるやつは。はい、中身こうなってて、開きます。で、これがね、肘置き、結構しっかりしてるでしょ。オッケー。ほんでここ、よいしょ、オッケーです。はい、これで、はぁ、多分ちょっとローチアな気がする。ちょっと私が愛用してるやつ持ってきた。これ持ってるでしょ、本当に。あ、そうだね、やっぱ、うん、こっちの方がちょっと背高めだね、うん。個人的にこっちの方がね、なんか姿勢が低くなってね、好きです。はい、以上です。
ほいでこの時にね、まあちょうどこの机いい高さ、ローチェアの時いい高さなんだけども、いやいやいや、もっと高くしたいよみたいなね、おい雑魚やべえよみたいな人にとっては、この裏側にこれ足があって、これつけることで30センチぐらいかな、こんな感じで、30センチぐらい積み出すことも可能になっております。ええー、ねほんで最近ファミリー用テント、ね、探してたんですよ。あどうしようかなみたいな今までマックス2人までしかね入るやつね買ってなかったんですけど、いやそのツイート見てないと思うんですけど、さすがにテントも来ました、テント今私が、持ってるのはコールマンで言うとツーリングドーム、ツーリングドームが初めて買ったテントだったと思うんですけど、今回来たのがクロスドーム270ということで、4、5人用ですって、ファミリー用、テント揃いました。もらい物で揃いました、ありがとうございます、もう次これ使わせていただきます、ありがとうございます。そしてよ、次これこんなしっかりしてるの初めてなんだけど、エアーマット、要はね寝るとき、まあ、これからの季節そこまで必要ないかもしれないけど、寝るときにね、さっぴんよ冬とかね、何がポイントになってくると、底冷え対策がすごい重要になってきたりとか、あとはねベッドが良かったら寝心地が良くなったりっていうパターンもあるわけよね。ほんで今回のやつがじゃじゃんと、コンフレーターな、長いな、コンフォートインフレーターマットハイピークシングル絶対覚えれねえ。いやでもこれすごい、多分自分が持ってる中で最強のエアーマットにはなると思う、これ。しかも丁寧に2つですね、夫婦で使ってねっていうことだと思います、これ。ありがとうございます。いや結構なんだかんだね、キャンプグッズに関しては結構ケチで、安いの結構多いんですよね、安めのやつ、1万とか2万とかこういったベッドのやつあるんよ、2、3万とか結構高いやつもあるんですけども、そこら辺手つけてこなかったよね、3000円とかのやつで今まで手打ってたんですけど、まずでかいわこれ、すげえ。いやほんとファミキャンに最高だねこれ、まあ、荷物はねやっぱゴリゴリに重くなるからさ、ファミキャンね、だから寝心地とかそこら辺の快適性ってことだと思うんですよ。うわめっちゃ生地しっかりしてる、これはいいベッドだわ。こうやって広げて、こう空気入れるとこだよね。ほいで、これを使うんか。こういうことか。え？待って、どういうこと？待って、説明してみるわ。おお。弁があるので、これをね、通るようにして、こうやって反対にして通るようにして、ほいで、この袋、こうして、ほいで、空気を取り込んでくるくるして、こうやって空気を取り込むんだこれ。あ、すげえ。まあ、ちょっと時間はかかるね。よし、オッケーだ。うわ、これすげえわ。ああ、すごっ。こういったやつってさ、まあ、キャンプで使う、まあ、もちろんキャンプで使うもんなんだけども、こちらね、こういった椅子も含めてね、日常使い結構できるんだよね。ほんでこれ多分仮眠用のベッドね、まあ、ね、どうしても会社で寝ないといけないとかさ、すげえ楽だと思う、これ1個あるだけで、すごいやっぱこの生地の厚み、ただの空気じゃない、ペラペラの薄いプラスチックじゃなくて、ちゃんとねこの生地感があるからさ、結構布団に近い感触もあるんだよねこれ。やるじゃん、マスターシリーズ高そう、ちょっとこれ、いくらかは皆さん調べてみてください。これめっちゃいいです。さあこれだけ開封してもまだです。ファミカンっていうとね、まあ、結構荷物多くなるよね、いろいろ快適に、やったりするのですごく荷物が多くなる、ほんで持ち運び結構大変だね、車近づけできるんだったらいいけどさ、ちょっと歩かないといけないね、そういった時こちらです。おお、ちょうどいい、よいしょ、参ります。トン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 、
アウトドアワゴンメッシュタイプということで、何っていうね、これ何ですかって、はい、取り出しますね。タンタタン、こちらでござる。はい、要はガラガラですよ、ガラガラ。ワンタッチで、これ多分広げるだけだと思うんですよ。ほっ、きた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 。はい、広げていきまーす。わーお、きた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 。はい、ということで、4人も珍しいメッシュタイプ。まあ、こういったやつよくね、皆さん見たことあると思うんですけども、これのポイントは通気性に優れてるということでね、まあ、ちっちゃなホコリとかでもね、下透き通って落ちたりするし、まあ、なんか清潔感があっていいと。あとこの洗いやすさもなんかありそうだけどね。でこちら、見てわかるように、最大荷重100キロということで相当乗ります。はい、ほいで、ここそこがメッシュになってるんですけど、これ付属されてるこのこれですね、これを下の方に C で使っていただきますと。ただこれ私絶対なくす系なので、この下に隠してもいいかもしれないね。この下に隠して潰しながらね、こうやって使った方がいいんじゃないのかなと。ほんで引っ掛け用の、こういったねゴムのバンドもついてくるんですけど、引っ張るときはこれ、あ、伸びるんだ、ちゃんと伸びてこうやってこうやって引っ張ることができます。いいね、角度の調整も簡単だわ。おお。で、まだこれだけじゃない。アタッチメント、これ上に、あ、こうやってかけるやつだ。上にかけていただいて、あ、なるほど。これ横を止めたりすると真ん中でね、こうやって取り出しがねしやすいようになるといったものですね。反対からもみたいな。ほいで他にもございまして、うわ、これいいやん。うわ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 、質感もいい、しかもうわうわうわめっちゃいいじゃん。マジかマジか、しまって、なんかするよな、これパイプも2本ついてます。あー、わかった。裏面にこれ通す穴があるんだろ。できた。ほいで、この上にこれがあると思うんだけど、これ取れるんだって。取れた。あー、なるほど。よくない、これ。結構しっかりしてる、これ。これいいわ。いや、机としてちょうどいいね、奥行きと幅これいいねありがとうございます。いや、これいいわ。机にもなって、移動手段ね、荷物の移動手段にもなるということで、はい、素晴らしい。ほいでほいで、もう一個の方がメッシュじゃないバージョンね。メッシュじゃないバージョンもあります。ほんで次、調理系いってみますか。調理系、あ、なんかホームセンターとかでよく売ってそうな感じのやつだ。これはホームセンターとかでよく売ってるよね。はい、こちら網付きで、ま、ザ・スタンダードって感じで、可もなく不可もなくね、グループでバーベキューやるときにも十分な広さがございますと。多分これが世界で一番広く使われてるやつじゃね。てはね、多分、ただね、今回2つコンロが来てまして、最新型のコンロもこれ着てました。これちょっと見えるかな。うちは不要、調整可能なファンの力で簡単着火、火力をコントロールと便利。え、こんなんあんの。あ、すごい、2020年のベストバイグリルってなんか賞も取ったみたいですね。一回り大きいのかな、これ。こっちの方が、よいしょ。あ、でかい、これ。うわ、めかめかしい。こちら網、そして鉄板まで丁寧についていきます。鉄板まで、あ、ガチファンついてんだ、これ。本当に電池で駆動する、ガチファンがこれついてます。なるほど、これを横につけてってことか。ほんで足も入ってます。
ほんでこれどこにね、風の送り込みがあるの？裏口にこれを固定してやるんだって。ほいで、網とかもね、この横のスロットで、はい、こうやって上に上げて火力を調整することも可能。やばい、早く使いたい。ありがとうございます。すげえな最近。ほいで、ガスバーナーもあったり、風よけもすごいいいから、キッチンとしてすごい使いやすいかと思います。安定のガスバーナー。あ、思った以上にコンパクトだわこれ。ええー、ねええー、ね。で裏面にね、ほらあれがあって、パンって、あ、これはいいかも。いや、キャンプ用これでいいな。風防ついてるし、こうでしょ。あ、めっちゃいい。え、キッチンめっちゃいいやんこれ。こうやって風防出来上がって、あ、いいね。いや、これ普通にいいと思う。これいいです、普通にいいですこれ。ほいで、わ、これかなり厚手だね。厚手の革手、結構ここ手首まで覆ってくれるやつだね、厚手の革手。そして、これが先ほどのやつのレインカバーになります。そしてこちらが、照明ですね。分離ができちゃうタイプの照明。よいしょ。すごい、なんか今日も数年分のアウトドアギアをなんか紹介したような気がする。数年分。1年分じゃ足りんよ。1年でこんな買わないよ。はい、これとかは椅子だね。よいしょ。はい、こちら、大人2人ぐらい座れる椅子です。あ、張りがいいわこれ。安定感いいね。いや、これ普通に、似たようなの持ってるんだけどさ、座り心地はこっちの方がいいですね。なんかしっかりしてるわ。もっと不安定なんですよね、僕持ってるの。倒れそうになったり、重心バランスが結構いいような気がする。ほいで最後こっち、ガチタープになります。ガチタープはこれ多分使うわ。本番で使ってると思うので、ぜひそちらご覧ください。もう広げません。もう大変です、もう部屋今。ダンボールのゴミです。大変なことになってます。はい、まあ本日こんな感じで、開封させていただきました。まあ、これまたね、ホイール付きクーラーボックスということで、すげえ改めてね、いろんな商品あるんだなと思いました。で、私が個人的に使ってるのはね、キャンプ用の、たこ焼き器とか、コールマンのたこ焼き器とか持ってて、やっぱね、結構いろんなもんっていうか、多分全て網羅してるんじゃないのかな。ポイントとして、ある程度安いんですよ。結構ね、ハイプライスのものをね、もう最近増えまくってきたんだけども、ある程度ローコストで購入できて、かつ、品質がいいということで、初心者とか、ね、私も初心者ではあると思うんですけども、私もね、結構買ったりしております。未だに買います。もしよかったら皆さんもね、チェックしてみてください。個人的に、これはおすすめだと思う。うん。しっかりしてて使いやすいですわ。ほんで、カズさんのブランド動画も概要欄貼り付けておきますので、もしよかったらチェックのほどよろしくお願いいたします。というわけで、本日はこんなところでまたお会いいたしましょう。バイバイ。ちなみに、Amazon とかでめちゃくちゃ売ってるから、下概要欄もチェックしてみてください。バイバイ。